デビュー当時のキャッチコピーが日本の孫という日本を元気に勇気づける期待の演歌歌謡界の若手の星。NHK 連続テレビ小説エールやカムカムエブリバディにも登場し、バラエティ番組千鳥の鬼連ちゃんにも出演するなど、俳優やタレントとしても活躍中で、最近メディアで見かけることが多くなった、 徳永祐樹さん。実は子役の頃から芸能界で活躍していたのです。2006年からドラマ、木曜ミステリー、京都地検の女第3シリーズや映画、ジャーマンプラス雨に出演。また、お笑いコンビ、キリンの田村博士さんの自助伝、ホームレス中学生の映画版にも登場しています。 当時はあまり目立つ存在ではなく、2年ほどで活動を中止しています。特技は車掌のモノマネ、高速指パッチン、趣味は鉄道の撮影、そして柔道は黒帯という多芸な方でもあります。徳永さんは1995年2月20日に大阪市小野花区で誕生されました。 おじい様とご両親が鹿児島県奄美群島出身だったこともあり、幼少時から演歌歌謡曲一直線で育てられたのだそうです。大阪市立連邦小学校在学中から演歌に親しむようになったのだとか、地元のカラオケ喫茶の喉の自慢大会などに出場し、実力を発揮することもあったそうです。 子供の頃から歌がうまいことで有名だったそうですから、すでに小学生の時から歌手としての片鱗を覗かせていたようですね。また、おじい様と大相撲観戦をしていたことから、この頃はおっさんというあだ名で呼ばれていたようです。その後、大阪市立この花中学校に進学。 柔道部に所属した徳永さんは、この当時演歌を歌いながら指パッチンでリズムをとっていて、その姿に驚く友人たちを見て、ご自身にとっては当たり前のことが、実は大変高度な技であることに気づいたと言い,います。大阪府立西野田高科高等学校に進学後も柔道部に所属し、 キャプテンでもあった徳永さんは在学中に初段を取得されています。実は歌うことが好きだった一方で将来の夢は鉄道関係の仕事に就くことだったそう。高校時代は車掌か駅員になるための勉強をしていたそうです。歌と鉄道、どちらの道に進むべきか非常に悩んでいた時期に 転機となったのが NHK のど自慢チャンピオン大会2012への出場でした。出場のきっかけはアニソン好きの友人から誘われ、やむなく応募はがきを出したことに始まります。はぐれ船でなんとグランドチャンピオンを受賞するという快挙を成し遂げました。この時、 当時の所属レコード会社にスカウトされましたが、それでも進路に悩んでいた徳永さん。歌手は誰もがチャンスをいただけるものではない。やってみてダメなら、その時また考えればいい、と歌手の道に飛び込みました。そして、2013年11月、18歳の時に、さよならは涙に、で、 ついに歌詞デビューを果たしたのです。ちなみに、ジャケットの大事を手がけたのは、日本テレビスッキリで徳永さんを絶賛していたテリー伊藤さんだそうです。そしてイラストは、スタッフが満場一致で決めた、兵庫県在住の商業デザイナー、まさきさんが担当されました。翌2014年には、 セカンドシングル、平成ドドンパンド」で、第56回、輝く日本レコード大賞で、新人賞受賞という順調な滑り出しとなり、同年7月には、フランスのパリにおいて、ジャパンエキスポ2014に演歌歌手として初めて参加しました。独特の歌い方と、先行配信のドドンパダンスが、 フランスのテレビ局から取材を受けるなど、海外から注目を集めたそうです。演歌歌手の北島三郎さんが認めたほどの歌唱力をお持ちの徳永さんですが、特にどなたかと師弟関係を築いてはいないようで、師匠はおらず、誰の弟子でもない徳永さんの歌唱力は、天からの授かり物のようです。 強いて言うならば、細川隆さんが師匠のようなものでしょうか。細川さんが MC をされた、演歌の乱という番組で共演され、二人で素晴らしい歌唱力を披露したことがありました。それでも、師匠、弟子というよりかは、先輩、後輩といった関係の方が正しいかもしれません。 2018年には音楽番組演歌の欄ミリオンヒット J-POP 紅白歌合戦スペシャルで歌い上げた米津玄師さんのレモンや映画家族は辛いように,に出演するなど話題を振りまきました。現在の所属事務所は伊藤カンパニーという徳永さん。毎年のようにシングルの発売、ライブ出演、 映画、テレビ出演と大忙しのようですが、大の鉄道ファンであることは現在も変わらないようです。2015年には電車ごっこ世界大会の親善大使に任命され、2016年には道南伊佐リ鉄道の特別応援隊員に就任し、箱館て墓が応援ソングとしても採用されるなど、 鉄道との関係は現在も続いているようです。四季折々に変わっていく風景を楽しむ車窓派であるという徳永さんは、地方に仕事で行く際は鉄道での移動を希望されるそうですが、車かバスになることが多く、なかなか難しいようです。鉄道に乗る時間が少ないのが悩みの種だと語る徳永さん。 ちなみに、そんな徳永さんと噂になった女性は二人いるようです。一人目は、元フィギュアスケート、ソチゴリン代表の高橋成美さん。ネオバズ木曜日、ヒロミ・サシハラの恋のお世話始めましたに出演の際、第一印象で両思いになったそうですが、ディズニーデートを約束したところで、 番組が終了し、その後の発展はなかったようです。そして二人目は、三次のヒロイン、かなでさんです。徳永さんは、三歳年上のかなでさんに、片思いしていたと言います。ネオバズ水曜日、恋するアテンダーでの共演で、鉄オタならではのデートの提案を受け、徳永さんの本気度に惹かれた奏さん。 居心地が良く包み込んでくれる恋愛ができそうと感じたという奏さんにとって、徳永さんは7年ぶりにできた彼氏だそうです。まだまだ若い二人の恋の行方は今後どうなることでしょう。スカウトされて今年で10周年という節目を迎えた徳永さん。講師ともに、 今後のご活躍が楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。